エルクラートホッホダール間の急勾配を走るシーネンツェッペリン開発者のクルッケンベルクシーネンツェッペリンまたはレールツェッペリンはドイツの飛行機技術者であるフランツクルッケンベルクによって1929年に設計開発されたプロペラ推進式の鉄道車両である一両のみが試作されたツェッペリン飛行船に外観が似ていることからその名がある シーネンツェッペリンは1930年初頭に、ドイツ国営鉄道のハノーファー・ラインハウゼン工場で製造された。同年秋に完成した。全長は25.85メートル、全高は2.8メートルで二軸車であり、ホイールベースは19.6メートルであった。製造当初は600馬力の BMW6 型12、気筒航空機用エンジンを備え、 西洋トネリコの木で作られた固定ピッチの4枚岩のプロペラを駆動していた。駆動軸は水平より7度上に傾けられていて前方への水力とともに一定のダウンホースを得ていた。C ンツェッペリンの車体は空気力学を応用して設計され、その当時人気があったツェッペリン飛行船と似たところがあり、また軽量化のために航空機の方式で製造された。 内装は質素で、バウハウス様式で設計された。1931年5月10日、シーネンツェッペリンは、初めて時速 200km を突破した。その後、ドイツ中で公衆に展示された。1931年6月21日、シーネンツェッペリンは、ベルリンとハンブルクを結ぶ、経路上にあるカールシュテット・デルゲンティン間で、時速 230km を達成し、 世界の鉄道の高速記録を更新した。この記録は1954年まで更新されなかった。今でもなおガソリン推進式の鉄道車両としては最高速度記録を保持している。この高速性は何よりもわずか20.3トンというその軽量性に起因している。1932年にクルッケンベルクは重要な改良を含む新しいプロジェクトを開始した。 シーネンツェッペリンは前輪の後部で切断され、2軸の台車を持つ完全に新しい前頭部を取り付けられて、後の SVT137 クラスと似た形となった。後輪の1軸はそのままとされた。改造は1932年11月に完成した。航空機用エンジンはそのまま用いられたが、トランスミッションはフェッティンガーの流体式のものを2つ双方向に、 駆動できるようにして全部台車に装備された。尖ったフェアリングがプロペラの部分に装着された。この改造により、車軸配置は日本国鉄式で1の1であったものが、前の付随車軸が取り除かれて2軸の動力台車が装備されて B-1 に変化したことになる。この形式の C 年ツェッペリンは1933年初頭に時速 180km に達した。 シーネンツェッペリンの試作車には多くの問題があったため、ドイツ国鉄は高速鉄道車両の開発は独自の設計で行うことを決定し、1933年高速鉄道車両フリーゲンダーハンブルガーを製造した。ドイツ国鉄の新しい設計は定期運行用に適しており、また以後の鉄道車両開発の基礎ともなった。 しかしながら、シーネンツェッペリンの経験に基づくクルケンベルクのアイデアは、後のドイツ国鉄の設計に影響を与えた。1934年初頭、シーネンツェッペリンは、最後の改造を受け、マイバッハ号 5, 5型エンジンが搭載された。1934年7月に、シーネンツェッペリンは、ドイツ帝国鉄道に1万ライヒスマルクで売却された。5年後、 1939年にシーネンツェッペリンは金属を軍事目的に転用するために解体された。シーネンツェッペリンはその構造状態の車両を連結して編成を構成することが本質的に難しいということと混雑した鉄道駅で解放された状態のプロペラを用いることが危険であるということが問題点に挙げられる。また、クルッケンベルクと ドイツ国鉄が独自に高速鉄道車両を開発しようとした熾烈な競争も結果的には C ネンツェッペリンを失敗へと導いた。ウィルバート・オードリーの絵本、記者の絵本を原作とするテレビシリーズ、機関車トーマスに登場するヒューゴのモデルとなった。また、その運転手は C ネンツェッペリンの開発者と同じフランツという名前である。ありがとうございます。